ファンの皆様、お待たせいたしました。京都水泳には、最終9回日本大学最長賞を制しました、久保口小宮選手、登場してまいりました。登録番号4513番、長崎の104期、久保口小宮選手、2020年12月の徳山でデビュー初優勝を達成してから、およそ2年7ヶ月、2回目の優勝ということになりました。優勝戦、綺麗な幕になってしまいましたね。おめでとう、おめでとうです。よくやった、おめでとう、おめでとう。ファンの皆様も最後までご声援ありがとうございました。ウィニングランでした。